それでは行きましょう。もう中学生さんが考える今までに見たことがないガシャポンです。お願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとあの保険をかけまして三点ほどあるんですけども、<laughs> はい、いきなり保険？そうですね。まあビュッフェ形式で皆さんのお口に合うのがあればなっていう。 ビッフェ形式で紹介していきたいと思いますまず一つ目でございます高さんいきますよ一個目こちら面白いよこちらでございます見えるおならでございますはい目に見えるおならねえおならずっと見たかったもんねなので見えるおならあとえっ、ー、とこちら 見えるあくびでございますあくびねずっとふわってしても見ることができなかったんですがまあすごい寒い冬の日だったら見れたけどついにあのあくびが見れるようになった見えるあくびでございますねえこれこちらでございます <laughs> まるで今1個目のように出しましたけどもこちらあの見えるあのここまででかかったことでございます よくねここまで出かかってるんだけどなかなか出てこないっていう話あるじゃないですかあれをなんと目にに見えるようにいたたししましたここまで出かかっているお話、ね、それを目に見えるような形でカプセルで出すとこうポコンと出てきましてでカパッと開けて「わー見えるおならだー」って。 っていう形で、はい、楽しんでいただける。これ例えば、はい、みんな例えばね、奈良とか観光に行くじゃないですか。はい、そういった時になんか素敵な景色と一緒にこの見えるおならも添えていただいたら <laughs> 映えるという。ね。はい。そういったことに使えるアイテムでございます。はい、はい。ちょっとこれあんまりだったから、なかったことに <laughs> なかったことにして。 こちらでございます。はい、あのカタツムリのチェック表でございますね。これはみんな誰しも欲しかったアイテムだと思います。やっぱカタツムリね。あのちゃんと角出したかな？とかこうカタツムリ見つけた時にこうやりだしてるかな。頭出したかな？っていうのをチェックできるっていうチェック表でございますね。はい。 ありがとうございます一 <laughs> 枚ちょっといただけるかなと思ったけど一枚もいただけなかったです <laughs> さあ今回私の考えたこのドリームコンテストのアイディアこちらでございます <laughs> まるで一個目のように、ね、<laughs> すみませんこれはいいよこれはいいろんな一攫目でございますいろんな一攫目ねえ これでもどういった時に使うのって思いだと思うんですけどもこれをおうちにペタッと1枚貼っとくだけでそのなんか台所のこうね食器洗わずこう台所に食器ためとくとかあと宿題を途中までやったけどまだねや,やり終えてないとかを思い出せるというかこの途中までのこの1画目の習字を家に貼っとくことによってあ 食器洗わなきゃとかあ、宿題まだやれやってる途中でまだやり終わってないわっていうのを思い出すことができるという優れもののアイディアありがとうございます四枚ぐらいいただけた <laughs> はい <laughs> さあいかがでしょうかはい、はい、出揃いましたありがとうございますもう中学生さんの今までに見たことがないガシャポン発表していただきました、はい さあでは田川さんステージへお願いいたします。田川さん一応この三つで。はい。出揃えた感じです。どうでしょうか。か,うかはい。あの。な、あの。ね。<laughs> 言葉を失うほど感動いたしまして、ね。本 <laughs> 当 <laughs> ですか。言葉にできない。<laughs> 言葉にできないとは。このことだなと。と、えー、このことだと。なんかあのこの。はい。なんですかね。あのチェック表。はい あ、はい、ありがとうございます。かたつむりのち。これ、あの、カプセルに入れる気ねえなっていう。サイズ感といい。でも、あの、あの、ちょうど今展開真っ最中の、あの、フラットガシャポンっていう、あの、はい、平面の。あの、ね、あの、ガシャポン。今やってまして、実は。丸の部分だけじゃなくて。サイズだけ、こうぎゅっとしていただければ。フラットガシャポンでも、出せるなと。はい、思いましたしですね。 あの最初の「見えるシリーズ」シリーズ弊社でもですねそういうヒット商品とか結構シリーズ化でタイトルつけてましていろんなフィギュア並べて前習いしてたりすると「並ぶんです」シリーズとかそういうの結構やってたりするんですけどこれ「見えるんです」シリーズで新しいシリーズにこれは。 なりまわかんない種類をどんどん増やしていってコンパクト切るっていういろんな見えるのを考えていただいていっぱいですが3種類じゃ足りないのでな見える見える換気扇からのふわっと出てきてるものとかそういうのを1回5種類6種類ぐらいは一気にいかないとですね1商品でそのぐらいは。 ちょっと欲しいなと思います。見える高さんあのジュース開けた時にパシュあでもあれは見えるのかそうですね。後でゆっくりいろいろそうですね。おって連絡させてください。一か目はもうちょっと一か目シリーズですね。もうあの本当にちょっと何言ってるかわかんない。何言ってるか分かんない。そうなんだって。そうなんだって思います。そう。えじゃ高橋さんちにももう高橋さん行きもできないですかこれは。 ぜひ高橋さんちのお家に貼ってみてほしいですでお家に貼ってみたらもしかしたらこう実感するかもですこれの良さそういうことなんだとはい僕はもうこれ結構実践してるので,で家に何個も貼ってあれ途中だったこれ途中だったっていうのを思い出すそうなんですか、ね、けになってるので、ね、は分かりましたど,ど,、はい、どれにしましょう,どれにしう選べる3タイプはいこう <laughs> じゃあこのあ いいですかはいこれ身そうですねおそらく濃い感じのはいぜひ高さんお送りさせていただきますありがとうございますはいありがとうございます謎の写真が多分これでも一画目シリーズははいなんかちょっと違う使い方もはいあできそうですねなんかここから大喜利みたいななんかみんなでそれぞれここから始めるなんか会話 のさすがす大喜利とか、はい、なんかそういうの使えそうで意外と盛り上がったりするんじゃないかなとか。ですね。ミで始まってその後ね、うね、ん、普通は「みんな」とかでいきそうですけども「み、はい」ミで始まってね。 ほ他の大喜利とかで楽しめる確かになんかそういういろんな使い道が意外とあるかもしれないですねはいわあ素晴らしいありがとうございますありがとうございますぜひともお使いください田川さんありがとうございますということで田川さんに3点それぞれ評価をいただきました嬉しいさんありがとうございましたありがとうございますお家に飾られてください なぜか持ち帰る、はい、もう中さん直筆, <laughs> 直筆でございます、はい